イオントップバリューでダイエットにおすすめのヨーグルト選んできました。早速ご紹介していきたいと思います。それはこちら、ギリシャヨーグルトなんです。でこのギリシャヨーグルトは何かと言いますと、水切りタイプのヨーグルトなんですね。なのでヨーグルトというよりはもう食感がこうクリームを食べているような食感で、もすっごく美味しくて私今ハマっているんです。でなぜこのギリシャヨーグルトダイエットにもおすすめかと言いますと、脂肪分がもともとすごく少ないんです。そして低カロリーなんですね。でまたもう乳酸菌、発酵食品ですから、あなたの腸内環境が整います。痩せ菌と呼ばれる善玉菌を往復含む食品ですから、どんどん痩せ体質になることができるんですね。そして3つ目、もうとにかく高タンパクなんです。もう通常のプレーンヨーグルトの約3倍ぐらいタンパク質が含まれている、もう優れものなんですね。でその結果なぜダイエットにいいかと言いますと、あのダイエット中って結構そのカロリー制限すると、まあ、脂肪も落ちますが同時に筋肉も落ちてしまうんですね。でそうすると代謝が落ちてしまって太りやすくなってしまいますから、このような低カロリーであってもその高タンパクのギリシャヨーグルトを召し上がっていただくことで筋肉量が維持できる、プラスその結果代謝を上げることができますから痩せ体質になることができるんです。で今回イオンのトップバリューで選んだヨーグルトは3つありますので、今から早速1つずつご紹介していきますね。まず1つ目です。こちら見えますでしょうか、イオンのトップバリューギリシャヨーグルトプレーンタイプなんです。あのもちろんあのお砂糖一切含まれておりません。でこちらはですね、1個あたり 110g 入ってまして、エネルギーが、まあ、たったの 67kcal で、タンパク質がなんと 11.9g も入ってるんですね。そしてなんと脂質、脂肪ゼロとここにもね書いてありますけども、もう脂肪ゼロ、完全カットなんですね。そして食物繊維が 0.2g 入ってますね。こちらで私こちらの味はですね、他の2つと比べますとあのお料理にも適してるなと思うんですよね。食感がまあお料理向き、例えばこうクリームチーズの代わりに使ってみたりとかですね、ちょっとこうサラダにかけて食べてみたりとか、そういった食べ方でも良いと思います。でちょっと物足りないな、ちょっと苦手だなっていう方は少しね適量の蜂蜜、そうですねこのカップでしたらもうティースプーンの2分の1ぐらいの、まあ、ほんのこちょい足しぐらいで混ぜて召し上がっていただくと食べやすくなると思います。こちらはトップバリューさんのギリシャヨーグルトでした。では2つ目です。こちらもお気に入りなんですけれども、明治のザ・グリークヨーグルト、まあ、ギリシャヨーグルトのことですよね、の高タンパク脂肪ゼロということで、こちらはあの明治さんってこうブルガリアヨーグルトとか有名ですよね、あのようなお味ですよね。さすが明治さんのヨーグルトだなっていう味で美味しいです。でこちらはちょっと見てみますと、1個ね先ほどのトップバリューと比べた 10g 減ってちょうど 100g です。でエネルギーがたったの 59kcal です。でタンパク質がなんと 10g 入ってます。そしてこれも嬉しい、脂質ゼロ、脂肪がゼロのタイプなんですよね。でもちろんまあカルシウム等とヨーグルト全部入ってますけれども、こちらですね59キロカロリーってすごくないですか、かなり低めなんです。でここにも書いてあるんですけれども、私も試しました、美味しかったです。どのように食べるかと言いますと、このままでももちろん美味しいんですよ、もうクリームみたいで、もうデザートにもぴったり、ダイエット中のですね。ただこれにプラスオリーブオイルとあの良質のお塩ちょっとパラパラっとちょい足ししていただいて混ぜて食べていただくと、これねいいです。あのサラダにもかけて召し上がってものすごく美味しいのでおすすめなんです。こちらが明治さんのザ・グリークヨーグルト、ギリシャヨーグルトの脂肪ゼロタイプ、もちろんあの無糖です、もう無添加ですよね。全く私が選んでいるのは全部加糖されていないヨーグルトを選んでおります。ダイエット向きですよね。さあ次、いよいよ最後3つ目です。こちらです。
森永のギリシャヨーグルトパルテノです。でこちらはプレーン、砂糖、不使用をタイプを選んでます。でこちらも先ほどの明治のヨーグルトと一緒で1個あたりがちょうど 100g なんですね。でエネルギー、要はカロリーがちょっと高め、 100kcal で、タンパク質は 9.9g ですから、高タンパクです。でこのヨーグルトだけはですね、脂質が 4.8g 入ってますから脂肪ゼロではないタイプなんですけれど でもこちらですね、今までご紹介した中でもダントツデザート向き、もうとにかくものすごく美味しい、もうクリームなんですね、ヨーグルトという、もうクリームですし、こちらにまた先ほどお伝えした、ちょっとこう蜂蜜等をですね加えて召し上がっていただくと、もうまさにもうクリームのデザート、もうクリームチーズケーキ感覚で召し上がっていただけると思うんですね。その代わりやっぱりそれだけ濃厚なわけですから、脂肪はちょっと入ってますので食べ過ぎには気をつけてくださいね。さあいかがだったでしょうか。以上お伝えしたこのギリシャヨーグルトは、もうとにかく普通のプレーンヨーグルトに比べてタンパク質が3倍ということで、あなたの筋肉量を維持しながら代謝を上げることができる。また発酵食品ですから腸内環境が整ってダイエット向き、その、お食事にプラスもいいですし、デザートとしても召し上がっていただいていいと思うんですね。ダイエット中って結構その軽い味の薄いものを、お野菜中心とか選ぶと、こうなんとなく口寂しくなったり満足感って得られにくいと思うんですね。そういう時にこのギリシャヨーグルトを召し上がっていただくと良いと思います。さあいかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、健康法、またダイエット法をあなたにお伝えすることで、女性の方が健康的に美しく痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加ください。私とても励みになっておりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。